こんにちは。今日はこちらのカーショップグローリーさんにお邪魔しておりまして、まあ、社長さん、はい、小塚社長なんですけれども、はい、こちらのウラカン、これ今ウルスあまりよく知らないです、すいませんで今これ価格的には4000万円ぐらい、そうなんです、4000万オーバーですか、今4000ぐらいですぐらいぐらいまでていまして、はい、で今市場でも欲しいなって思ってらっしゃる方って多くいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、そうですよね、もう今新車が買えないんですよね、なるほどなるほど、だから正直言うとこれも新車の価格よりも高いんですけど、はい、ただ今全体的な相場で言えばこの1年落ちこの2000キロ4000万というのはかなりお値打ちだと思います。なるほど、2000キロですか、そうです、新車の価格はもう頭から抜いてもらわないと今なかなか中古車買えないものですから、はいはい、で私も、まあ、今回、まあ、このウルスではないんですけれども、はいはいはい、まあ、もうちょっと、今355乗ってて、はいはいはい、まあ、1000万ちょっとぐらいの感覚あの価格の車なんですが、やっぱりゆくゆくは2000万3000万という、はいはい、まあ、ステップアップをしていきたいと、はいはい、まあ、思っていて、まあ、あのその車のね、はいはい、買い方、やっぱりこういった在庫が並んでて魅力的な車があるっていうのはもちろんいいんですけれども、はい、やっぱり自分が買えるのか買えないのか、はいはいはい、やっぱそこがすごく重要になってくると思うんですよ。なるほど。で、はい、私もやっぱりこうお店を探して問い合わせするのが結構怖くて、はいはい、怖い人がやってるからですそういうと語弊ありますね、やっぱりうちは怖くない店ですね、なんていうんですかね、自分が買えなかった時にものすごくなんかこう恥ずかしいなっていう気持ちってあると思うんですよね。そんなことがあるね。なるほど。あとは一般的にはやっぱりこのこういった車を買われる人っていうのは現金で買ってるんじゃないかという、現金一括で買ってるんじゃないかっていうイメージが僕の中でやっぱあるんですよね。そうですね、まあ、うちですと8割9割近くがクレジット、はい、クレジットクレジットまたはリースです、はいはい、現金で買う方っても月に数人いればいい方ですね。あ、なるほど、もうクレジット、クレジットばっかですね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。じゃあ逆にお金が今準備できなかったとしても、逆に買えるチャンスはあります。買えるチャンスはあると。全然あります。ああ、いうことなわけですね、なるほどなるほど。そうすると、はいはい、まあ今そうですね、まあ、まあ、車欲しい車はあるんだけれども、はいはいはい、なかなか今金策ができないという方も、はいはいはい、やっぱり一度その辺を、まあ、相談なり電話なり、まあ、LINE でもいろんな形でできますんで。なるほどなるほど。で多分ですね、はいはいはい、そう言われてもなかなか自分のことをこうさらけ出すことができないと思うんですよね。そうそうそう、現実的には。あ、そうですか。やっぱりその辺っていうのがどうしてもこう年収がいくらだとか、あ、はいはい、で年収を、まあ、ある程度こう、まあ、書いたとして審査を通して、審査が通らなかった時、はいはい、でその惨めな思いしてその帰るっていう姿を結構思い浮かべちゃって、 なかなか敷居が高くて欲しいんだけども審査が通せない、はい、まあ、審査を通してくださいっていうことをなかなか言えない人たちって多いと思うんですよ。 なので、今回は、まあ、このウラカンを今回例にとって、あ、ウルスです。あ、ウルス、ごめんなさいウラカン、これどちらかというとこっちの車の方が好きだと思うんですけどもウルスですね、はいはい、まあ、4000万の車、まあ、私も もう2ステップぐらいの先の車にはなるんですけれども、まあ、こういった車 その買うその検索的なその例ですね。今まで そのお客さん、いろんなお客さんに車をこう、ね、売ってきたと思うんですけれども、はいはい、まあ、どういった事例があるのかっていうのをちょっと具体的にお話ができたらなと思います。はいはい、まず私から聞きたいのは、はいはいはい、この車を買うためには、だいたい年収としてはどのぐらいないと買えないものなんでしょうか。まあ、一概にはちょっと言えないんですけど、はい、まあ、過去の事例で言いますと、ローン会社さんに今まで車の、はい、ローン実績がかなりある方ですと、はい、まあ700-800万ぐらいの方でも通った例はあります。なるほどなるほど、700-800万。まあ、ローン会社さん一番気にされる、気にされるのがやっぱり信用度なんですよね。なるほどね、はいはい、と過去に何台も購入されて、はい、ローン払い終えて、はい、その実績がたくさん積み重ねである方は、はい、年収かなり低くても通るって僕のイメージです。あ、なるほど。例えば、
1500ないとダメですよとか、はいはい、2000ないとダメですよっていう、はい、一概にはそういうことないですね。じゃあ逆に収入年収が安かったとしても、うん、まあ何回かこう複数回過去に使ってて、ちゃんと完済してて、特にもなしね、まあ、そこが前提ですけど、なるほどなるほど、もう潔白な状態を維持してるのであれば、まあ年収が多少安くても、まあ、カバーできると、まあ、それプラス持ち家だったり持ちマンション、はい、不動産とかお持ちですとも言うことなんですね。なるほどなるほど、もうかなり強いですね。それはやっぱりあの担保にするようなイメージになるんですかね。まあそうですよね、多分リスク回避だと思います。なるほどなるほど、そうすると例えばこれ、まあ、今800万ぐらいから、はいはいはい、年収800万ぐらいから買えるというお話をされましたけど、はいはい、もう次に気になるのは、はいはい、年収の次に気になるのは、はいはい、頭金ですね。どのぐらい用意したらいいんでしょうか。これも一概には言えないですけど、まあ、1割400ぐらい400入れていただければ、まあ、かなり可能性としては高くなると思うので、4000万の車でも400万円入れればいいんですか。まあ、買える可能性はかなり上がります。そうすると、まあ、まずまあ今2つあのワードとして出ましたけど、まあ800万だから、はいはい、まあ、ある程度そのサラリーマンの年収でも、まあ、全然行けます。乗れちゃう。行けます。で、まあ、そういう方結構いっぱいいます。あ、そうなんですね。います。じゃあサラリーマンの方で結構こういった車を、はいはい、実際にその制約されている例っていうのも、はいはいはい、多いあるんでしょうか今まで。まあたくさんありますよ。すべてが経営者だとか、っていうわけでもないですから。あ、そうなんですね。で、まあ月々の支払いをですね、はい、クリアできる収入があれば。はい、例えば他の趣味を削ってこっちに回すとか、うんうんうん、例えば釣り好きな方ですと、はい、毎年釣り竿を買い替えたりとか。なるほどですね。だからその収入の分配をうまくすれば、例えばパチンコ好きな方が月に10万使うとか、見えますよね。まあ、ね、この前うちのお客さんでいたんですけど、あ、そうなんですね。タバコ吸われるのがすごい。あ、ヘビースモーカーの方で、はい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 、今ちょっと僕タバコ吸わないもんでわかんないですけど、タバコって今高いですよね、はい、高いですよ、500円ぐらいしますよね今ね、1箱 ね、1ヶ月9万円ぐらいタバコ代で使うって言ってたんですよ。で、その方が、マクラーレンの V40S 1700万ぐらいの車をちょっと奥にあるんですけど、あ、なるほど、あれ1700万ですね、あれをまあ、はい、うちの低金利、はい、残価ローンで買っていただいたんですよ。 1.9%、 120回、はいはい、残価で買っていただいたんですけど、はい、あれがね月6万8000だったんですよ。へえ、例えばマクラーレンのでちょっと今飛びますけど、はいはい、1700万で、はいはい、月 6万6000円、6万8000円、6万8000円、頭金300万でした。頭金300で6万8000円で、笑い話で、タバコ代より安いじゃないですか、マクラーレン乗るのっていう。タバコやめたらもう一台これ買えますよっていう提案をさせていただいたんですけど。健康的ですよね。タバコはやめれんとは言ってたんですけど。なるほど、まあ、イメージとしてそんな感じですよね。スーパーカーっていうと月々何十万払わないといけないとか。いや、もうそれこそ僕なんかもコールセンター行った時に、GT3 の商談をしに行ったんですよ。あ、そうなんですか。現行の現行の、あ、はい、で30万ぐらいしますね。そう、30万ぐらい、そう、する月々ね。そう、月々30万円。で、まあ、私、まあ、一応年収ベースでいくと、まあ、大体その時800万ぐらいの年収ベースで一応出したんですけど、まあ、それでも毎月30万かかると。ちょっときついですね。きついですね、30はね。30払おうと思うと、まあ、年収最低でも1000は軽く超えてないと厳しいですよね。そうですよね。それも、まあ、家族持っちゃうとちょっと厳しい、まあ、厳しいですよね。まず奥様がですよね。まずイエスと言わないですよね。そう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 、そうなんですよ。だから結構そのディーラーで買うとなると、はいはい、そのイメージがあるんですよ。ハードル高いですね。もう2000万以上しちゃうと、もう毎月にもうなんか何十万円も毎月払わなきゃいけないっていうのがあるんですけど、実はそうじゃないと。そうじゃない、まあ、うん、うちはちょっと特別なそのローンプランっていうのを、はいはい、まあオリコさん、はい、アックスさん、はい、アプラスさん、あとプレミアファイナンシャル4社と提携しまして、はい、本当に月々安く乗れる低金利なで、残価も結構後ろに持って、まあ、他のお店さんより持ってこれるんですよね、はいはい、だからもうこれですと、はい、まあ、多分月15ぐらいで乗れちゃいます。ウルス4000万、あ、4000、頭金、まあ、例えば400、はい、3600残残りを、はいはい、残価ローンで組んでいただければ月15行くか行かないかぐらいだと思います。月15万ですか。でこれ4000万乗れます。なるほど、4000万、まあまあ動く不動産ですよね。そうです、そうです。
そうなんですよ。そうなんですか。あ、じゃあまあ一応800、まあ、400万頭あって年収800万でも、まあ、月15万円、まあ、払えるぐらいの、まあ、財力は、まあ、まあいずれにしてもないと。ないと、まあ、買えないけど、それが払えるのであれば、例えばお子さんがもう手離れて、はい、住宅ローンが終わりました、はいはいはい、まあ、趣味は車しかない、そういう方でしたらギリギリいけちゃうんじゃないですか。なるほどね。はい、あとご結婚されていたら、まあ、当然奥様のご理解がいると思うんですけど、はい、そこの条件クリアできれば全然可能ですよ。そうなんですね、結構その辺って一般ピープル、まあ、私もそういうの含めて、やっぱり国産車を乗ってる、まあ、乗ってる、ね、あの頻度が多い人間ですと、やっぱこうキャッシュで買わなきゃダメだとかね、でこういった輸入車になっちゃうと、まあ、もちろんやっぱりキャッシュで買ってるんだろうなっていう固定概念、そうそうそう、あるなって思うんですけど、お客さん以外の方でグローリーで車買う人ってお金持ちばっかだよね、すごいよね、みんなキャッシュなんだよねってやっぱ皆さんそうやって勘違いされてるんですよ。なるほどね。で、いや実はもう8割9割クレジットやリースですよって言うと、うん、結構皆さんびっくりしますね。なるほど、でちなみに、まあ、私も、はい、まあ、今までやっぱりリース、はいはい、あ、クレジットで車を買ってたので、はいはい、まあ、知ってるところはあったんですけれども、はいはい、実はこういう車だからこそそのクレジットで買う価値っていうのが、うん、買うべきですね、ね、あるっていう、まあ、お話なんですけど、まあ、その辺ちょっと具体的に、そうですね、まず私的なところで言うと、まあ、資産価値が非常に高い、で、まあ、今このご時世、はい、まあ、昨今よくニュースで言われている半導体不足で、はい、新車が買いたくても買えないという状況ですよね、うん、そうですよね、まあ、当然ウルスもこの方はもう打ち切りで時期のもうすぐ新しい方が出るんですけど、はい、新車価格もかなり上がってるんですよ、はいはい、これが多分当時このオプションで3500万ぐらいの車だったんですけど、新型のウルス、ちょっとまだ正式な値段は発表されてないんですけど、うんうん、多分1000万は高くなると思うんですね。あ、なるほどね。で、はい、なおさら抽選だったり2年待ち3年待ち、はいはい、ですと何が起きるかというと、この前型の価値がすごい上がるんですよ。なるほどなるほどなるほど。例えば1年2年丁寧に乗っていただければ、あ、なるほどね、値落ちはゼロとは言わないですけど、はい、下がる率すごいですね。そうですよね、なるほど、まあ、もちろん確かにこれを抽選で、うん、まあ、限られた方がいて、うん、もちろん新車で買った方がリセールバリューとしては高くなるけども、理想です、まあ、一番いいのは抽選か2年3年待って新車を買うのが一番いいんですけど、はい、まあ、それはいろんな条件クリアしたり、ね、制限があります。そうですよね、で、欲しい車2年3年待てるかっていうとなかなかきついですよね、そこはね。笑い話で、うん、ちょっと奥の方にランクル300があるんですけど、たまたま買い取りでうち2台別々から入ってきまして、あの2台とも出たんですよ。その人、そのうちの1人の方が、はい、実はもう新車で僕頼んであるんですよ。だけどディーラー何回聞いても2年待ち3年待ちで、はい、もう欲しくて頼んだのにもう待ちきれないから。なるほどなるほど。正直言うと中古で買うと新車より600万ぐらい高いんですよ。高いですよね。高いです、あの待ちきれないからもうとりあえず買いますって。なるほどなるほど。だからなかなか欲しいと思って2年3年待つってかなり辛いですね。そうですよね、でもう一つ言えることはやっぱりその中古だからって言って、まあ、高い新車より高い金額にはなっちゃったとしても、今なっちゃったとしてもね、しても、あの要するにその中古は高いけれども、うん、また今度売るってなっても、まあ、そんなに値崩れがないよっていうことですよね。まあ車種によってはもう今上がってると上がってる、うん、だからもう新車の値段というのはちょっと冒頭にも言ったんですけど、そうですね、もう頭から外していただいた方がいい、ね、そうですよね、だから結構勘違いされる方がいて、中古の方が損なんじゃないのっていうね、はい、なんか結構こう概念がこう広がってるような、ね、気もするんだけれども、でもそのお金を最初からまあその調達、まあ、デポジットみたいなイメージですよね。そうですそうです、ね、そうですよね、ちょっと、まあ、まとまったデポジットをもちろん入れなきゃいけないけど、でも結局売っちゃったら相殺できる、もしくは移りか来る場合もあるよと、まあ、全然今だとありますね、いうことですよね、だからそういった意味ではやっぱり、まあ、そうなると今度また、はいはい、その車のその車種の選びっていうのも、はいはい、まあ、もちろん重要にはなってくるかなとは思うんですけれど、こういう純粋なもうガソリン車、はい、多分今後出ないですよね。出ないですよね。出ないですね。まあ、EV だったり、そうですよね、うん、となるともうこの大排気量のガソリン車、まあ、こういうスーパーカー、はい、はまず下がることはないと思います。なるほどなるほど。安泰ですね。なるほどね。だもうそうすると、まあ最初の話からまた戻ると、まあ少なくとも現金で買う必要っていうのも全くないですし、4000万だから、うん、手が出ない。
っていうわけでもない。でもない。逆に堅実なお金の使い方っていう。なるほどね。で、まあスーパーカー乗ると付き合いも結構幅が広がって、そうですよね、人生がやっぱ本当にスーパーカー買って本当に良かった、楽しくなったっていう方の方が多いんですよ。買って後悔した、失敗したっていう人、まあうちのお客さんの中ではゼロではないですけど、ほぼいないです。ああ。やっぱ買って良かった、楽しい、いろんな友達ができたとか、だから買うメリットの方が僕は高いと思います。そうですよね。私もね、まあ、その辺のやっぱり経験ってやっぱりしてて、やっぱり自分よりもこう上のまあ上級国民っていう方ですよね。やっぱりそういった方とこう接点が持てる、まあ、社長とも僕接点が持てるようになったっていうのも、やっぱりフェラーリに乗ってたっていうところもやっぱり強いなって、思いますし、僕もそれで安心して任せれるなって思ありがとうございます、まあ、なのでそれはある意味なんていうんですか、こう投資、安い投資ですよね。安い投資、例えば本当に先ほどの話に戻っちゃうんですよ、タバコで9万、使うとか、そうですよね、まあ、飲みに行くのが悪いとは言わないですけど、飲みに一晩10万、20万で使う方いるじゃないですか、それちょっと抑えていただければ全然こういうスーパーが乗れちゃうんですよ。そうですよね、ゴルフを週に2回行ってるのを週1にしていただくとか、なるほどなるほどなるほど、クラブの大会を2年に1回にしてもらうとかね、なるほどね、そうですよね、でも全然買えるんですよ。皆さんがちょっと自分で壁を作っちゃってます。壁をそうなんです。世の中なんかこういう、なんていうんですかね、やっぱ国産車がどうしてもね、やっぱりこう多い中で、まあ今一番そうですね、あの、Nボックスが一番売れてるとか、軽自動車で我慢しとこうとか、そうそうそう、まあ日本人的な考えで、ね、そうそうそう、まあ、現金じゃないとダメみたいな。よくも悪くもね、でも実際やっぱりそうじゃなくて、やっぱり堀江も言ってますけど、やっぱ金は貯金するんじゃなくて使えと。そういうことですね。有効な使い方ですね、無駄遣いじゃなくて、ね、そうですよね、やっぱそこがすごく重要なところなのかなって。うちも決して売りたいから言ってるわけじゃなくて、今までうちで買っていただいたお客さんが口を添えてそうやって言っていただけるんですよね。むしろ、あのもう売れすぎちゃってるから、いちいちあのここで言うまでもないんですけど、はいはいはい、だからやっぱりあのこちらの、ま、看板にもある通りなんですけれども、これもう本当に社長がすごくあの大事にしてることは、あの夢を現実にっていう。人生一回しかない。そうですよね。そうですよね。やり方が効かないですよ。そうそう。私もすごくこの辺ってやっぱり自分もやっぱり一回こうスーパーカーこう乗ってて、ものすごくやっぱり共感するところがあるんで、本当に人生が豊かになります。そうですよね、これはもう断言できます。あの単なるなんかこう見栄とかじゃないんですよね。じゃないんですよ、ちょっと違うんですよね、その辺はね。これまあこのスーパーカーのツーリングで仲良くなったお客さん同士で仕事でやり取りして、もう売り上げが上がったとか、そうですよね、まあ、それを望むわけでもないですけど、そういうこともまあありえますよね。なるほどね。まあ、そういった意味でだから今まあグローリーさんなんかはもうとにかく上、もちろんそのお金持ってるその会社経営の方ももちろんあのお客さんとしてたくさんいらっしゃいますけど、一般人でも買えるような、うちがそのプランをご用意したり、プランをアフター体制だったり、やっぱり一回は乗ってほしいんですよ。なるほどね、そうですよね、まあそういった意味ではね、やっぱりあの信頼できる、はいはい、まあお店、まあもう本当にもう社長さんのこのあのもう喋、実際にこう喋ってる状態からもね、もう全くなんかうさんくささっていうのがないと思うんですよ。本当に本当に私もそう思っていて、でやっぱり信頼ってすごく重要だし、で、あの社長さんは息子さんもいらっしゃいますけれども、もともとあの検査員出身の、ね、オークション会場の検査員出身でいらっしゃると。そこで勉強してましたということですよね。やっぱ車を見る目っていうのが一番、この中古車を扱う中で、そうですよね、一番重要だと思うんですよ。そうですよね、当然整備とかその辺も重要だと思うんですけど、まず車を選ぶ、見る目っていうのが、なのでかなり目が肥えてて、やっぱりこういった車を仕入れるのももう一台一台もう厳選されたもう車であると、まあ、とにかくその大金をねやっぱりこう、まあ、使っていただくってことで、まあローンではありますけど、まあでもやっぱりね、ある意味その、あの借金を背負ってっていう方、ローン1000円2000円のものを買うわけじゃないですよね。そうですよね、なのでやっぱりそのお客様が求める車っていうものもやっぱり一台一台厳選されてるっていうのもグローリーさんのあの大きなあのまあ、特徴に、お店の特徴になってるなっていうふうに思いますね。はい。今、おかげさんで、この全国からお客さん来ていただいて、そうですよね。まあ、来ていただいていうか、まあ、来店なしで信用して買っていただく方もかなり今多いですけどね。すごいですよね。まあ、電話と LINE とメールだけでとかね。そうですよね。YouTube チャンネルでね、はいはいはい、あの在庫紹介、ね、まあ、されてますけれども、
やっぱああいった動画をこう見ることによって、はいはい、まあもちろん一番見に来るのが一番いいとは思うんですけど、まあ、お時間とか、ね、予算許せば来ていただいた方がいいですけどね、そうですよね、まあでもそういった人ばかりじゃないから、まあ、お忙しい方とかね、そうですね、まあ、今コロナ禍でなかなか移動っていうのもね、うん、制限されますんでね、はい、そうですね、まあ私もまあ、まあ、348、まあちょっと今回これちょっと見させていただいたんですけれども、はいはいはい、やっぱりもうね、見るまでもない。あ、そうですね。うん。僕3号乗ってるんで、やっぱこう見てみてね、やっぱり全くこのケチのつけようがないコンディションになってるんで、なんか特に、なんか見に来る必要っていうのも、ないんじゃないかっていう。まあ、そういう方がおかげさんで今増えてますね。で、あとはさっきもお聞きしたんですけど、そのフェラーリ、こういったネオクラのフェラーリってやっぱり慎重になるじゃないですか、どうしても。はい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 、でもやっぱり社長さんのそのつながりの中で、はい、愛知の社長の、まあ、愛知の、はいはいはい、その輸入専門店とのつながりがあって、はいはいはい、チョライズさんとか あとティーウェストさん、そうですね、関東の方のお客さんですと、まあうちまで持ってきていただいても当然いいんですけど、はい、何かあった時は車検とか、はいはい、まあなかなか時間的にも予算的にもそれがちょっと厳しいという方は東京新木場の方に、はいはいはい、サービスセンターありますよね、ティーウェストさん、っていうのも提携してますし、はいはい、あと、プライズさんでもフェラーリの修理さんも多分、はいね、僕は日本一だと知らない人はいな もうフェラーリ博士、そうですよね、プライズさんとも提携してますんで、はいはい、まあうちで買っていただいたお客さんは優先的に修理とかも、なるほど、あ、優先的になかなか、一元ではあまり受けてくれないと思うんですよ、忙しいみたいですよね、忙しいんですよ、うん、もうすごい車が入ってきますもん、なかなか個人でこう飛び込んですぐ直してくれって言っても多分難しいですよね、難しい、だから TWEST さんにしても、うん、プライスさんにしてもね、なるほどね、まあうちに一歩入れていただければ、なるほど、その受け入れ体制は整えますんで、いやー、僕それは初めて今日ねちょっと伺って聞いたんですけど、もうそうなっちゃうとね、なんかこうもう迷う理由がないというか、まああとはね、ローン審査が通るかどうかぐらいのまあ話で、例えば残念ながら、はいはいはい、車、例えばこの車が欲しかったんだけれども、ローンが通らなくて、まあね、買えなくなっちゃったと、はいはいはい、まあいうことを、でもどうしても欲しい、まあ、そう、どうしても欲しいと思ってる方ってやっぱりいらっしゃると思うんですよね、まあそういった人たちにまあ利用できる、まあ、ローンっていうのがちょっとある、まあ、ローンではなくて、まあリースっていうのがありまして、はい、ちょっとローンとはまた違うんですけど、はい、何が一番の違いかと言いますと、はい、例えばこのウルス、頭金400万入れまして、はい、3600万に対しての審査になるんですよ、ローンは、はいはい、それを例えばリースにしますと、はい、まあ、例えばですけど3年リースでリース料が3年間で500万だとしますよね、はい、と、3600万に対しての審査じゃなくて、はい、リース期間のリース料500万に対しての審査になる、あ、なるほど、これがアプラスさんで、うんうんうん、まあ、うち用のリースを作っていただいてるんですけど、はい、ああ、もうそれはグルーちゃん専用の、まあ、専用みたいなもんですけど、そうなんですか、となると審査のハードルが一気に下がるんです、3600万の審査が500万になっちゃうってことですか、そう、で、まあ、直近ですとまあ大阪のお客様で21歳、はい、会社を起こして1年半、はい、でどうしてもフェラーリが乗りたい、カリフォルニアが乗りたい、で、まあ、1350ぐらいだったかな、はい、まず法人さんでローン通したんですよ、はい、2社やったんですけど、まだちょっと商売始めて短いっていうことで、代表者さん年齢も若いもんですから、なるほど、なるほど、ローンは残念ながら通らなかった、通らなかったと、はい、でどうしても乗りたいもんですから、はい、なんかいい手ないですかってことで、はいはい、じゃあ、はい、ダメ元でリースでやってみようかって話で、なるほど、なるほど、で、リースをそれ2年組んだのかな、1年だったかな、ちょっと感想多いなんですけど、はいはい、まあ、2年契約のものもあったり、3年契約とかあったりとかするんですね、で、まあリースでやったら審査通ったんですよ、まあ、リース料300万ぐらいに対しての審査ですから、なるほど、なるほど、ハードルが一気に下がりまして、そうですよね、でも今無事に大阪でフェラーリに乗りますよ、なるほど、それはねえ、すごいですよね、で会社ね、リースのメリットとして会社やられてる方はもう経営上、はい、ビチッと出ま、できますので、ああ、なるほど、なるほど、対策にもなります、ね、なりますよね、そうですよね、まあなので、まあ例えば、まあ仮に、はい、まあ今回そのグローリーさんの場合ですと、まあ店舗に出向かなくても、LINE、まず最初に事前に LINE でまあ、審査もできます、メールでもできますし、できると、まあお電話でもヒアリングさせていただいて、はいはいはい、お時間あれば
あの審査はできます。なるほどなるほど、そうですよね。まあ、結構その LINE をね、まあ、送ったりとか電話をしたりとか、うん、まあ、割とね、うん、あのその中で自分のこうあの個人情報を出すのが、まあ、出すのがね、なかなか出しにくいっていう話もあるかもしれないんですけれど、それはいただかないとちょっとできないもんですから、なるほどね、まあ、それを外に出すってことは 100% ないですから、ただでも、まあ、あの今回のまあ社長の話の通りで、まあ、リースだったら500万の審査が通れば、まあ、例えばね、例えば買えるし、まあ、買えるし、買えちゃいますよ、ね、そうですよね。ただ一つリースのデメリットとして、はい、ローンと違って基本的には2年って組んだら、まあ、2年間乗ってください。なるほどなるほど、うん、なるほど。そこはちょっと注意点として、ローンですと、まあ、途中で切っちゃってもね、なるほどね、いいんですけど、そうですね、うん、ただ審査のハードルが下がるっていう面では絶対的に、使い勝手はいいですね。そうですよね。そうですね。なるほどね。私それぞれのあったプランを提案させていただきますし、まあ、いろいろお客さんヒアリングさせていただいて、はい、最適なプランをご提案します。はい、なんとも、はい、このスーパートに乗っていただけるように。なるほど、わかりました。まあ、あとはね、あの私からのまあお願いというか、はいはい、あのやはりその車って、はい、あのまあ、その例えば私の場合ですと、まあ、はい、スーパーカーの入門だとまあ1000万ぐらい、はい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 、で、まあ、そこ今度入門クラスを突破したら今度は2000万円、あ、はいはい、まあ、2000万円ぐらいだと例えば、まあ、まあ、ポルシェの GT2 とか、マニュアルとか、まあまあまあ、GT3 とか、まあ、ムルシエラゴとか、ムルシエラゴとかあって、はいはいはい、でまあ、3000万ぐらいになってくると、この、まあ、3000万じゃ買えないかもしれないですけど、ベルオールマンデだったり、だったり、フェラーリの458だったりね、そうですよね、なってくるんで、まあ、スーパーカーの中でも、こう、まあ、一応、ステップが3つぐらい、ありますよね、まあ、あると、はいはい、まあ、いうことなわけなんですけど、まあ、でもやっぱり、なかなか、そのステップが3つあるっていうのは分かってても、はいはいはい、実際、この車欲しいと思っても、はいはい、自分の条件に当てられるのかどうかっていうのが分からないと、はいはい、おっしゃる方もいると思うので、はいはい、あの、まあ、どのぐらいの価格からだったら、あのどのぐらいの年収で、どのぐらいの頭金から買えるのかっていうのを、目安としてね、そう、まあ、目安として あくまでも一般的なね、うん、なんかそれをまあ、まあ、今後、今までのうちの、まあ、あれですね、そうですね、でまあ、あの在庫紹介でもいいですし、あとは、まあ、あの概要欄でも全然構わないんですけど、まあ、このぐらいの価格帯、このぐらいの条件で乗ることが可能ですよと。はいはい、まあ、そうすると結構、その辺が分かってくると、相場に乗りやすいと思うんですよ。ありがとうございます。勉強になりました。いや、むしろ。そう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 。まったくね、未知のものだ、ね、そうそう、かすりもしないような状態で相談になっちゃうと、はいはいはい、結構、引いちゃうところがあると思うので、あ、このぐらいだったらいけるかもしれないなって、まあいう、まあ、ある一つのですね、はいはい、目安に、うん、なると思うので、はいはい、まあ、そうすると結構お客さんの方も、はいはいはい、車も、まあ、買いやすくなるというか、検討しやすくなるようになってくるし、社長がいつも掲げてるところの、この夢を現実にっていうところが、より一層、近づくね、そう、近づいていく、増えてくるんではないかなと思いますので、はい。まあその辺をですね、今後やっていただけると非常に、はい、いいのかなって、はい、思います。はい。ありがとうございました。まあ、今回は、そうですね、私も実は知らなかった車のその買い方、まあそうですね、金策についての、まあ実態ですね。そうですね。まあその辺をですね、今回グローリー、カーショップグローリーさんの小塚社長にお伺いをさせていただきました。はい。